今年的气候变迁，因为出来的报告很清楚，地球已经上升了1.1度到1.2度。因此，在世界地球日的高峰会之前，日本的首相和美国总统见面，美国总统直接Joe Biden向日本施压，日本同意提早停止所有的煤炭。而在这样一个去碳化的国家目标之下，日本怎么选择它的能源政策呢？日本是三一福岛核能危机的爆发国，所以如果我们说台湾主要的反核运动2011年的三一一那一天是一个里程碑的话，日本现在的能源政策第一个目标不是去核化，是去碳化。而去碳化在过去这10年里头，日本并没有增加太多的煤炭发电，而是天然气。后来他进口很多天然气以后，造成了贸易逆差，对他的经济成长率造成了影响。这个时刻他开始去思考是否要让很多停止运转的核能经过严格的评估，再经由地方政府的批准再次的恢复，那个是过去的事情。而最新的一个消息是，超过40年运转的关西电力公司有几个核能电厂的几号机组都获准重启。换句话说，台湾这一波的反核运动是因为日本的福岛核能危机而产生的。台湾没有选择去碳化，甚至台湾使用煤炭成为一刚开始面对反核的主要的另类选择。然后我们也希望能够增加天然气在未来，但是现在也面临了各方的不同的环保环境评估的各种考量。整体来讲，台湾没有把去碳化列为国家目标，只有去核化，但是也只有去一个核四作为国家目标。日本的做法呢，去碳化不可妥协就是国家目标，而核能是有条件的才可以重启，而且经过很多的安全评估，最近重启了几个机组。美浜3号機、それから高浜1、2号機の再稼働に同意することといたしました。这是2011年福岛核灾之后，日本地方政府首长首次同意重启运行超过40年的核电机组。因为福岛核灾后，日本实施了更严格的核电厂安全标准，要求核电厂运行的年限原则上定在40年，最多可延长20年。高滨一号机及二号机分别于1974年及1975年开始运转，美滨三号机则在1976年开始运转，这三个机组都已经运转超过40年。核电厂所属的关西电力抢在年限到达前申请高滨一二号机组的安检及延役审查，得到原子力规制委员会的认可。但是核电厂重启还需要当地的同意，高滨及美滨核电厂先前已得到了所在的两个町同意，福井县议会也于4月23日批准重启。在福井县长宣布同意重启后，政府立刻表达了立场。再稼働への理解が表明されたことは非常に重要であると考えております。カーボンニュートラルに向けての取り組みにプラスである。不过，质疑的声音依然存在。原子炉運転していますと、中で中性子線が飛び交うわけですから、内壁の状態が変化する、金属の性質が失われていくということがあります。このため山口さんは、事故で原子炉に緊急で水を入れると、内部の急激な温度変化で破損などにつながりかねないと指摘しています。关于这一点，关西电力也早就料想到了。3基の経年劣化について、超音波試験で原子炉全体に傷がないことを確認したほか、原子炉の中に入れている金属の試験片を調べた結果、運転を延長しても問題ないと評価したとしています。美滨和高滨核电厂宣布重启的时间点，正好在菅义伟的这项声明之后。2030年度において、温室効果ガスを2013年度から 46% 削減することを目指します。この目標を達成するため、政府は現在 6% の原子力比率を
2030年度には2割程度まで高めることが必要不可欠だとしています。では何基の原発が必要になるのでしょうか。福島第一原発の事故後、原発の廃炉が相次いで決まり、現在国内の原発は建設中も含めて36基あります。経済産業省は電力のおよそ2割を賄うとすると30基前後の稼働が必要だとしています。2030年度末の時点で運転開始から40年未満の原発は21基、仮にこれらがすべて稼働しているとしてもまだ9基足りません。このため2030年度末の時点で運転40年を超える15基のうち9基は運転の延長が避けられない計算になるのです。国は40年を超える原発の運転を延長する場合、自治体に最大25億円を交付する新しい制度を検討するなど、活用を後押しする方針です。这也只能说走一步算一步，扣除正在新建中的三座反应炉，2050年所有的反应炉都运转超过40年。また例外規定で全て60年運転しても2050年以降原発による発電はかなり少なくなります。このため電力会社やメーカーは新設や増設が不可欠と訴えていますが、政府は現段階では想定していないと言います。虽然没有明说，但日本政府从来没有放弃核能作为能源的选项。我が国のエネルギー政策は今重要な岐路に立たされています。化石燃料の乏しい日本でエネルギーの自立を実現するために、昭和30年代に構想された核燃料サイクル、こちらで説明します。原発では発電に伴って使い終わった核燃料が出てきます。この中にはプルトニウムなど莫大なエネルギーを持つ核物質が残ります。これを再利用しようという構想なんです。特別な工場で再処理という科学的な処理を施してプルトニウムを取り出し、別の工場でこちら MOX 燃料という燃料に加工して原発で再利用する、つまりリサイクルすることで自国内でエネルギーを確保しようというわけなんです。青森県六ヶ所村にある再処理工場は今年7月に原子力規制委員会の審査に合格。日本政府已将去碳化看作是今后美日合作的重点，在正式延长运转40年以上的老化核电厂运行之后，无疑宣示日本政府对全球暖化的重视高于对核能欲言又止的无奈。